皆さんこんにちは、沖縄スタイルです。よろしくお願いします。今回は最近の沖縄県内のニュースを4つほど紹介しようと思います。最近はまた旅行も行きづらくなっているので、沖縄が恋しいと思う人もたくさんいると思うので、そんな方にも沖縄の情報が伝わってくれたら幸いです。ちなみに当チャンネルでは沖縄旅行や沖縄移住についての動画と沖縄のニュースを紹介したりもしているので、ぜひ参考になりましたらチャンネル登録をお願いします。それでは早速一つ目から紹介していきましょう。観光などで沖縄を訪れた人、去年はコロナ前の3割にとどまる。去年1年間に観光などで沖縄を訪れた人の数は301万6700人と、新型コロナが流行する前の令和元年と比べおよそ3割の数にとどまっています。県によりますと、去年1年間に観光などで沖縄を訪れた人は301万6700人と、前の年と比べて71万人余り少なく、2年連続で前年を下回りました。新型コロナが流行する前だった令和元年の1016万3900人と比較すると、およそ3割の数にとどまっています。県は減少について、新型コロナの影響による旅行自粛や国内の航空路線の運休や減便などが要因と分析しています。一方、海外から沖縄を訪れた人は本土復帰以降初めて0人となりました。県は今年の見通しについて、国内では感染状況や医療薬の普及などによって大きく影響されるとしているほか、海外では入国制限措置の緩和の見通しが立っておらず、当面の間は厳しい状況が予想されるとしています。一方、先月に沖縄を訪れた人の数は感染状況が落ち着いていたことなどから、前の年の同じ月に比べて9万人余り増えて42万3500人となり、4ヶ月ぶりに増加に転じました。はい、去年1年間の沖縄旅行客の数なんですけど、去年は割と落ち着いている時期もあったので観光客も割と多い時があったんですけど、それでも2年前よりも少なかったんですね。じわじわと観光客も増えてきたかなと思ったら、また陽性者も増えていくので、本当この繰り返しですよね。もう今までの普通は戻ってこない可能性もあるので、先を考えて行動しないといけないかもしれませんね。次のニュースです。那覇市の小中学校、爆破予告受けて授業開始遅らせる。那覇市教育委員会は市内の小中学校への爆破予告を受けて27日、市立の小中学校で授業の開始を遅らせました。市教育委員会によりますと、学校側から異常を知らせる報告は入っていないということです。那覇市によりますと、今月20日、市内の小中学校に爆弾を仕掛けた27日午前8時11分にセットしたという内容のメールが届きました。那覇市教育委員会は27日、念のため市立の小中学校の授業の開始を1時間遅らせることにし、那覇市北部にある小学校では午前8時45分までに登校した児童を運動場で待機させました。その後、学校には児童が次々と登校し、中には保護者が付き添う姿も見られました。保護者の一人は、何事もなくてよかったです。新型コロナもそうですが、早く子どもたちが安心して学校に通えるようになってほしいですと話していました。この小学校では27日は分散登校で、全校児童の半分のおよそ300人が登校する予定でしたが、8人が爆破予告を理由に休んだということです。那覇市教育委員会によりますと、これまでのところ学校から不審物が見つかったなど異常を知らせる報告は入っていないということです。これはたまに似たようなニュースを見かけますけど、だいたいいたずらですよね。メールの送信元はすぐわかると思うので、早く捕まえてほしいですね。ちなみにツイッターを見てたら、こんな投稿を見かけたんですけど、那覇市内の学校に爆破予告、この日はうちの子みんな登校なんだけど念のため休ませたい、でも出廷にはならず自己決になるって言われたから行くしかないし、爆破もきっとないんだけどモヤモヤしてる。爆破予告されてて危ないのに休んだら自己決になりますよって、これもちょっとどうなのって思いますよね。わからんけど、普通に休みにしたらダメなんですかね。軽石漂着から3ヶ月、漁業影響続く、回収軽石の処分も課題。沖縄県内の海岸に軽石が大量に漂着するようになって3ヶ月余りが経ちますが、依然として漁業への影響が続いているほか、回収した軽石の処分も課題になっています。沖縄県によりますと、県内87の漁港のうち今月21日現在60の漁港に軽石が漂着しています。沖縄本島北部の今帰仁村の運転漁港では、現在港に入り込んでいる軽石はわずかですが、今帰仁漁協によりますと、今も沖合に出ると軽石が帯状に漂っています。
漁船は軽石を避けながら進むため、漁には通常の2倍ほど時間がかかるということです。今帰仁漁協の玉木組合長は、当初はそのうち軽石はなくなるだろうと思っていて、ここまで影響が長期化するとは思っていなかった。早く収まってほしいと話していました。沖縄県や市町村はこれまでに2万立方メートル余りの軽石を回収し、各地に仮置き場を設けて一時的に保管しています。しかしすでにいっぱいになったところもあるということで、新たな仮置き場の設置や活用方法を検討しています。京都大学火山活動研究センターの井口教授によりますと、現在沖縄県内に漂着している軽石は、小笠原諸島の福徳岡ノ場の噴火で新たにできた島が波で削られたものとみられていますが、複数の研究機関の観測では先月島はほぼ消えてなくなったということです。井口教授は、去年の噴火から2ヶ月程度で沖縄周辺への漂着が始まったことを考えると、軽石の流出がなくなったことで沖縄への漂着は早ければ来月にも収束し始めるのではないかと分析しています。はい、早ければ来月にも収束するって言ってるので、収束してくれればいいですけどね。ただ回収した軽石をどうするのかって問題はこれからも続きそうですね。ちなみに最近沖縄に遊びに来た人は、宿泊したホテルのフロントで軽石をもらったりしませんでしたか？結構ホテルで観光客に軽石を配ったりもしてるらしいので、欲しい方はぜひ落ち着いたら沖縄のホテルに泊まってみてください。自死手伝い頼まれたが押していない。被告が一審から供述一変、無罪を主張。崖から突き落とし殺害した容疑。2019年3月、知人女性、当時32歳を読谷村の残波岬から突き落として殺害し、奪ったキャッシュカードで現金を不正に引き出したとして、強盗殺人と窃盗の罪に問われ、一審那覇地裁で無期懲役判決を受けた宜野湾市の無職38歳の控訴審初公判が21日、福岡高裁那覇支部であった。被告側は一審での主張と異なる新たな供述で無罪を主張。検察側は控訴棄却を求め、即日結審した。判決は3月3日。被告人質問で、被告は自死の手伝いを頼まれたのは事実だが押していないなどと一審で主張した嘱託殺人罪を含め全面的に否認。キャッシュカードなどは頼みを一旦承諾した際に渡されたが、その後に思いとどまるよう説得もしたとし、転落後に警察や遺族に連絡しなかったことなどは被害者の思いを汲んだと述べた。検察側は答弁書で、被告の新たな供述は不自然、不合理で、およそ信用性がなく、弁護人の主張を裏付ける証拠も皆無などと指摘。弁護側の主張で被害者が自死したとする前提については、関係証拠から被害者には生きていく意欲が見て取れるが、自殺を伺わせる証拠は皆無で、主張自体が失当しているとした。はい、2019年に起きた事件の内容でした。奪ったカードで現金を引き出してるんで、その時点でこの人の信用はゼロなので、何を言っても意味はないのかなと思います。それに残波岬は昔から自殺の名所とも言われているんですが、それを利用して殺人を自殺に見せかけようとしているのも悪質ですよね。残波岬は夕日がすごく綺麗に見れて絶景スポットとして人気の観光地でもあるので、悪いイメージがつかないようになればいいんですけどね。ということで、今回は最近の沖縄のニュースを4つ紹介しましたが、参考になりましたでしょうか？ぜひ皆さんがニュースについてどう思ったのかなどコメントいただけると嬉しいです。参考になった方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。